はい、おはようございます。今日は朝からお誕生日を迎えられる方のカードセッションが入ってるので、こんな感じでちょっといつもよりちょっとバージョンアップしてお届けします。で今日はサイコロで、はい、光の3が出ましたので、こちらのカードですね。ちょっと携帯の向きを変えたんで見えにくいかもしれないんですけど、これ6番のカードで大調和って言います。あ、この今日はね、これすごく日本の方が作ってるカードで人気があるんですけどね、プレミアで多分もう8万9万ぐらいの値がAmazonでついてたのを見てましたけどね、とてもスペシャルでお届けします。はい、大調和です。よくね、心と宇宙っていうか外の世界、宇宙って言ったらちょっと大きすぎるんですけど、ミクロもマクロ、マクロもミクロってね、心が平安っていうか、平和だと、やっぱり自分の映る外の世界も平和になるよって。今いろいろね、災害とか、また今年もね激しいですけど、やっぱり恐れとかね、恐怖とかいっぱい蔓延すると思うんですけど、一人一人の心の平和とかがね、その外の世界を映し出すので、何があっても大丈夫っていうね気持ちを持ってお過ごしください。はい、大調和なんで、今ねまだまだこう新月に向かって内側にこうすごく振り返ったり見直したりする時期ですよね。あと彗星もまだちょっと、もう少し12日までかな、逆行してますから、いろいろと振り返ることがあって、やっぱり不調和な部分をバランスよく調和していくように心がけてみてください。はい、じゃあもうすぐセッションなんで楽しみにお待ちしております。ちょっとさっきね、これうちの実家さんのホワイトセージの去年のものなんですけど、まだもうちょっと残ってますかね。今年も昨日植え込みましたけどね、毎年自分で植えたのを使ってます。ちょっと浄化もお部屋も整えたので、きっといいねお誕生日記念のリーディングができると思っています。はい、では素敵な一日をお過ごしください。失礼いたします。さようなら。